もみ山店株式会社800班フードセンターは、栃木県を営業基盤とするスーパーマーケット、八オ半を運営する企業である。本社は、栃木県鹿沼市上田町2341。1960年に、栃木県栃木市で兄弟で創業した食品店の支店として1961年に、鹿沼市に弟が支店を開業し、独立したのが始まりである。 本拠地である、鹿沼市と隣接する日光市の旧今市市にあたる、地区を中心に出店を行っていたが、2009年10月16日に、宇都宮店を開店し、出店地域を少し広げている。店舗面積約150坪の小規模な古い店舗が多かったところに、大手チェーンの出店構成が激しくなってきたことに、対応して、店舗面積約300坪へ、店舗の大規模化を行い、 低価格での野菜販売を武器に集客を図りながら、惣菜や生肉、鮮魚などで収益を上げる形態への転換を目指した。この営業方針に基づいて、1998年11月の今市店の増殖改装を皮切りに1999年には、小規模店だった札木店を閉鎖して近隣へ、 店舗面積約300坪の千渡る店を開店する、毎年1店ペースで店舗の改装や新規出店を進め、2006年12月2日に、もみ山店を開店したことで1店舗を残してすべて、店舗面積約300坪への切り替えを完了させた。CGC シジ,シジャパンに加盟しており、2005年9月に設立された CGC シジ,シジャパン北関東支社に所属している。 発達障害者らの自立や就労を支援する NPO 法人、クリエイティブ、コミュニケーションビレッジの障害者福祉サービス部門が、鹿沼市下木センター敷地内の小熊のパン屋さんで、障害者らが製造した手作りパンの販売を、北部店ともみ山店で2010年11月25日から販売して、その活動を支援している。また、2005年12月に、 アメリカ合衆国産牛肉の輸入が再開された際には業界団体の輸入牛肉プロジェクトの一員として現地調査に参加して加工会社の視察などを行い栃木県内のスーパーでは最も早い2006年1月18日から販売を再開している。ありがとうございます。